週中頃は低気圧の影響で広い範囲で荒れた天気になりそうです。北さん、週明けまして中頃なんですね。ちょっと全国的に荒れた天気になってきそうなんですね。そうですね、低気圧が猛烈に発達しながら通過しそうなんです、はい。では天気図で見てみましょうか。お願いします。まずは、月が変わりまして2月1日水曜日午前9時の天気図ですが、日本海に、低気圧があって前線が伸びてますね、はい。そして閉じた等圧線の数を数えると1本2本という形になります。はいはい。では木曜日、2日木曜日はというと北海道付近に低気圧が進んでいます、はい。等圧線の数が、全然違いますよね。そうですね。閉じた等圧線の数っていうのが1本2本3本4本5本6本ということで4本増えてますよね、はい。そうですね、はい。だから相当低気圧がこの1日で発達するということが分かります、はい。で木曜日はかなり強い冬型の気圧配置ということになりますので、まあ、これに伴って、ね、上空の寒気の様子も大きく変わってきます、はいはい。こちら1日の午前9時のこれ左側が寒気の様子、そして右側が、雨雪の予想に、なるわけですが、上空1500メートル付近の、まあ、雪の目安と言われているマイナス6度がかなり北上するんですよね、はい。これ低気圧が日本海にあるので、その低気圧に向かって暖かい空気が流れ込むからです。そして木曜日になるとどうなるか、これ時間を動かしていきます。1日の正午、そして3時、そして夜9時、そして2日の朝6時、朝9時という形で、今度ねマイナス6度がぐーっと南下してくるわけですね。ですから、まあ、これによってあの降ってくるものも大きく変わってくるということが言えそうです、はい。これ右側見るとね、日本海側中心に、強い降水が予想されていますし、北海道は太平洋側もね、雪、そしてあと JPCZ がねこの、はい、西日本など、西日本から北陸にかかったりとかしますのでね、はい、こういった影響も大きくなって大雪の恐れもあるということが言えそうです、はい。では天気アイコンで見ていきましょう。まず、こちら、北陸などを中心としたエリアですが、水曜日は寒気北上しますから雨なんですよ、平野部では。雨なんですね、はい、はい。ただ木曜日はもう変わって、雪になるといったところです、はい。湿った雪の降る時間帯もありますし、はい、風がかなり強くなりますので、あの北陸エリアでも吹雪に、はい、要注意という形になりそうです、そして、北日本方面見ましょう。北日本見ますとね、これ水曜日、雪のアイコンがこれ並んでいますが、あの気温上がりますからね、雨で降る時間もあったりだとか、あと雪でも湿った雪、北海道でも湿った雪の恐れがあります、はい。で木曜日は一転冬型で寒気が南下してきて、もう風も強まって大荒れの天気という形で、はい、ちょっと外出危険な状況にもなり得ますからね、そういった点も、まあ、注意、まあ、警戒も必要ということが言えそうです。はい、わかりました。週中頃の2月1日から2日頃にかけて荒れた天気に気をつけてください。なお最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでも確認いただけます。